こんばんは。はい、こんばんは。イオシスのゲーム実況です。はい、アブズ。アブズです。アブズです。今日はアブズをやります。海のアブズ。海のアブズをやります。やります。お魚いっぱい取るぞ。そういうゲームなの？わかりません。一回も起動してないんで知りません。何か言ったらこれ鳴らしますから。ああ、そうなんだ。あ、こんばんは、こんばんは。はい、こんばんは、こんばんは。やっていこう。はい、こんばんは。多分一人プレイだと思うんですけど、はい、やってもらっていいですか？はい、わかりました。今日は私服ですか？今日私服で私服で来ました。なるほど。いつもの服は何なんだっていう。何なんでしょう。話ですけど、何でしょうね。勝負服ですかね。これ私服っぽいんで。私服で、これ私服でお願いします。私服ってことにします。やりますか。ニューゲーム。はい、こんばんは。ニューゲーム始まった。おお、グラフィックが綺麗。自然の風景が綺麗。海ですね。はい、海に潜ってなんかするゲームというふうに、うん、って書いてあった。はい、なんかそんな雰囲気の画面でしたけど、パッケージ画面でしたけど、うん、うわー、魚いっぱいいる。お魚。うわー、随分潜るね。潜るね。息続かないね。これはもう酸素がなくなって、バッドエンドか。死では。これ本当は、え、本当はどっかで A ボタンで止めるとかじゃない。まさかの初見殺し。お寿司食べたくなってきた。お寿司、お寿司食べましょう。じゃあエンディングです。死んじゃったよ。死んじゃったよ。バッドエンドです。あ、お、なんだ。お、なんだ。海の底かこれは。お、あ、死んでる。あ、死んでます。こらやっぱり。こらやっぱり死んでたわ。か、お、お、生きてた。目玉がギョロリ。起きた。おお、起きた。おはようございます。始まったっぽいな。動けんのかこれ。お、お、なんだ。スイッチの幻想が見える。お、幻覚が。右スティックでカメラ。潜る、潜る。ザバーン。潜った。潜りましたね。長押し泳ぐ。R？ ZR っぽいですね。ZR。お、左スティックで動けますね。スイー。おー。おー。加速。加速。加速どれ ？B？ B。B ダッシュやな。そろそろ酸素が切れて、バッドエンドでは。マジで？一回浮上しないと。ふいー。ジャバーン。ふぅ。そんな、そんなリアルなゲームなの？全然知らねえけど。魚いっぱい。魚のいる方に行きたい。うわー、魚。魚。魚あんま逃げねえな。うわー。あ、こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは。お寿司食べたい。オラオラ。お寿司食べたい。お寿司。これはなんだ、熱帯魚か。そんな感じですかね。これはあんまり美味しくなさそうだな。まあ日本海の荒ぶる海ではなさそうですね。ね。マグロとかいなさそうですね。そうですね。なんかあの黒いのなんだ。岩かなんかじゃないですか。岩かな。バラエティ番組の釣り番組でおなじみの獲物、岩。おお、岩っぽいですね。これなんかできんのか。特に何もできない。ひっくり返すと、あの東京湾では珍しい生物が見つかるんじゃないですか。本当？一番確か。新種発見しちゃう。そう、120年ぶりの発見とかしちゃうから、あの番組すぐあっという間にしちゃうから。なんか、まあ、なんか向こうにあるぞ。あれじゃないですか。マグロいないのか。それは期待できないな。マグロご期待できません。ご期待できません。おー、なんか生えてますよ、いっぱい。なんかカラフルな。あー、人手だ。草生えてるね。あー、でかい人手だ。キモい。キモい。足が多い。あー、でかい、でかいネイル。キモ人手。キモい。おー、なんかでかい魚いた。なんだあれ。マグロか。マグロご期待ください。マグロではないな。マグロではないな。明らかに違うな。主か、主。
主かお前。クエとかそんな感じかな。うわあ、美味しそう。乗る乗る。え、うわー、待て、捕まった。やったぜ。でかいな。やった。体長2メートルあるのでは。うわー、押しっぱなしにしてないといけない。でかいっすね。2メートルありますね。つぶらな瞳のね、でかい。あ、逃げた。ああ、お、あ、なんかすごいとこ来たよ。なんだ。魚たちのサンクチュアリでは。サンクチュアリーでは。なんかめっちゃ草生えてんだけど。これプレイヤーが小さい説。え、あ、ちっちゃいのこれ。2センチぐらいしかないの。あれ、会場に出れない。あ、息継ぎできた。出た出た。すごいとこに来てしまったよ。とんでもないところに来てしまった。どうしよう。銭形ですよね。ルパンを追ってたんでしょうね。ルパンを追って。いや、草生えまくりですね。生えてますね。次はどこへ行けばいい。ルパン見つけて。ルパン、ルパン逮捕だ。銭形だったんですね、プレイヤー。どっちかっていうと、あのデュララララの、あのデュララララの首なしライダーに近いですけど。お、なんだ、豚のアクション。アクション、あ、違う、そっちじゃない。アクションとは。アクション Y、 Y、 サメの彫像ですかね。 Y、 お、お、なんだなんだ。 X ボタン、瞑想する。はあ、瞑想じゃ、瞑想じゃ。え、マインドシーカーですかこれ。懐かしい。カリフォルニアシープヘッド、かっこオス。ほう、ほう、右下に名前が出てますね。出てますね。ちょっと私で隠れてますけど。ユーノヨシミ、かっこオス。そうですけど、ちょっと小さくするか。よいしょ。画面端からユーノヨシミ。はい、これはどういう。いや、わかんないです。瞑想、瞑想中。あ、カメラ操作できんじゃん。おー、すげー。実在するんですかね。実在する魚なのでは。いっぱいいる。Lスティックで項目選択。あ、カニカマみたいな模様してんな。お、ジャイアントグルーパー。あ、さっきこれ捕まったやつだ。ジャイアントグルーパーっていうのか。つぶらな瞳の、つぶらな瞳の、ね、憎めないやつ。あんな目してる魚いないと思うけどな。ボス戦まだかな。待って、もうちょっと待って。え、もうちょっとくしゃ草生やして。ボス戦、ボス戦。ボス戦そろそろじゃないですか。こいつと戦うのか。戦うんでないですか。チュートリアルですか。ユーノさんのアルファ値を 0.5 にすれば。ああ、スケスケにする。スケスケのユーノよしみ。そうしていただけると魚の名前が見えますね。なるほど。スケだっけかな。名札も、うん、あれですね。スケスケあったかな。場所をちょっと変えようか。スケスケないわ。ない。多分。いや、あるか。あ、変なの出た。あーあーあー、いなくなった。え、ははははははは。カタクチイワシって出てます。そうね、画面小さくしてもいいんですけど、これ残念ながらユーノヨシミさん画面の上に乗っか、ゲーム画面の上に乗っかってるんでね、避けれないんですよ。残念ながら。ユーノヨシミさん消えちゃった。真ん中にしました。設定わかんねえや、もう復元しよう。いいでしょ。ああ、ゲーム画面自体は小さくね。そう、ゲーム画面小さくするとユーノヨシミさんもくっついて小さくなっちゃう設定になってるんですよ。そうなん、残念ながら。で、はい、どうなったかな。よいしょ。あ、小さくなりましたね。はい、こっちで小さくしました。いいでしょ。こんな感じ。あ、そっちで動かすと赤い草入ってんの。あの、名札も消してもらえると。名札はね、多分ね、スケスケにできると思います。はい、
これは魚を眺めるゲームなんですかね。どうなんでしょうね。はい、黄色ハギ、名札上にしちゃえばいいんじゃない、頭の上に、頭の上にスポッ、泳いでますね直立不動のまま動いて、はい、泳いでますね。これ瞑想してる限りなんか癒しのあれのままなんじゃない。そうですね。終了する X ボタン、はい、ん？ Y ボタンを押してるんですけど、ん？なんか出してるね。目からビームを出してます。魚が集まってきたわけではない、そういうわけでもない。あ、もう一回泳ぐをやるとやめれた。うん、瞑想ポイントね。はい、あそこなんかあるよ、網みたいのあるよ。釣り上げられてしまうのではなんだあれ、なんだ、お、あ、なんかキモいよ、お、あ、ちょっとこれキモいよ、これ、お、キモ、お、わ、なにこれ、網油かな、なにこれ、なんか出てるね、お、アクションティーンってなったよ。あ、死んだ、え、死んでない。えい。あれ？うん？あれ？カメラ操作もできないぞ、ここ。うん？まだ開けれないのかな？開けてくれー。開けてくれー。向こう行けないのか、まだ。こんな最序盤なのにまだ行けないとかあんの？これラスボス戦なのでは、ここは。なるほど。案外一番最初にあるゴール地点ね。そうそうそう、アヒルのゲームね。そうそうそう、アヒルのゲームのなんかタスね、タス、あ、違う、 RTA だ、 RTA の動画見たけどすごかったね。うん、抜けまくりやんね、ダメやんなんか抜け穴を通ってどんどん行くっていう、すごかった。どっちへ行けばいいのじゃ。特に道しるべがあるわけではないんだな。うん、多分感じるんでしょうね。でしょうね。とっつぁんだっていつもルパンのこと感じてますよ。そうなの、うん、ルパンの霊圧を感知して、うん、そうそう、こっから来たんですよね、きっとね。違う違う、これじゃない、あ、違う、下に何かありますね。下にある、あれあれ、あ、なんかあるね。なんだあれ、なんかマスターソードか。お、これでめっちゃ強くなる。マスターソードより強い武器できちゃったさ、ゼルダ無双。ゼルダ無双、うん、なんだこれ。あ、なんかあるよ。お、えい、お、ゲット、ゲット。腕にはめて波動砲が撃てますお、なんだ、 なんだ、え、なになに、ん、アイシーのあのお供のやつか。下野さんが喋るのかこれ。ドローンかついてくるみたいですよ。ふう、やれやれこんなところまで来てしまったのか。どうするんだ一体知らんぞって喋り出すやつ。ヒント欲しいな下野さんのな、ヒント欲しい、うん、この子がヒントくれるんじゃないの。ああ、導いてくれるのでは。ついていけばいいのかこれ。そうでもない、そうでもないあと操作がね、上下が逆になってるやつなんですよこれ。はいはいはい、ちょっと若干難しい。左右はいいんですけど。お魚さんを見つけないと進めないんじゃなかったかな。あ、そうなの。もう一回あれに捕まりたいな。
っちゃい魚には捕まれないのか。これでもう一回あそこ行ってみるか。ああダメかな、関係ないかな、関係ない気もする。しかし他に行くあてもなく、これで進めなかったらもう終わりですよ、はい、マジで今日のゲーム実況終わりです。あれでもマーク一緒じゃないこれ、うん、形一緒じゃないこれ。おあいつと、あやった、あ網油が、おやった、すごいすごいすごい、網油必須アイテムだった、サンキュー、合ってたよかった。おーなんかすごい狭いとこ来たよ。まっすぐ行くのが正解でしょうが、あれか下野さんを集めていくゲームか。下野さんどこにいるんだん？なんか微妙なポリゴンがあるけど、こんなとこ普通は見ないな。そうですね。あーサメだー、あーサメだー、いなくなった。中ボス戦ではアリだー、えサメだよ、んサメだよ、んどっかに何かあるのでは。はい、あっち行けばいいのかな。だいたい明るい方、明るい方へ。うん、そんな感じでしたね。リアルなグラちゃんでしたね。あそこに何かありますね。何かあるね。なんじゃ、あアンモナイトじゃ。おティーン、おゲットゲット、おなんだなんだ、あ消えた、無を取得、ゲット、はい。アイテム欄とかあるんですかね。プラスボタン再開、反転ありますよ。あ反転したい、こうしよう。瞑想があるよ。え？お、何これ、お？お、全部で12箇所の瞑想ポイント、火の鳥方式ね。そうか、あそこにワープできるのかなこれもしかして。アイテム欄は、アイテム欄はないのね。アイテム欄はないかな。プラスとか、プラスが今のですね。はあ、はあ、メインメニューは戻りますねきっと、タイトル画面に。 うん、これはヒアリですか？え？あっち行けばいいんだなきっと。あそこだな。あ待って待って、操作逆逆になったからなんか慣れない。よいしょ。いろんな、あ操作がちょっと待って、あ違う、あ違うよ違うよ、泳ぎは反転がいいや、カメラがノーマルで。よしよし、いろんな VTuber さんがこのゲームやってると思うんですけど、どういう風に盛り上げたんでしょうねどんなに楽しい放送だったんでしょうかこれ盛り上げるの難しいのでは。あっち行けばいいのか。草は草で暗い、暗いですね。おおお、なんかあります、光ってる、あからさまに光ってますね。はい、うん、むずいな結局結局戻した、うん、最初それに慣れちゃったからね。なんだなんだ、 VTuber のライブステージか何かかな。なるほど、これ入っていいのか、これ死ぬのか。おおなんだ、あ宇宙では、あ宇宙では、おおあつ、おおなんだ、おおなんだ、ワープか、えん、ええなんかすごいとこ来た、どうした、急にどうした、ラスボスではこれやば、まだ装備アンモナイトの石しかないえなんか、えどうなってんのこれ、えなんかワープしてきた感じがありますね。うん、ええすごいよ、なんか、あ、なんかいる、魚いる、魚さん、お魚さん、お魚ゲットしたいですね。上行きます、さっきのアンモナイトみたいなもん、あ、アンモナイトだ。スイー、あれ操作がおぼつかない。あれ消えた、あれ、あ、いたいたいた、アンモナイトですね。アンモナイト、生きているアンモナイトですね。はい、あれかな、時間が遡るのかな、ここ生きてた頃に。ここがアイテム欄なのかな、
そんなわけはないゲット。ティン、あれティン、あれ塩対応あ、逃げてく、ちょっと待って、キャハハキャハハ、待ってよ、待って待って、微妙に遠ざかっていくちょっとただでさえ操作むずいんだからあれあれ、なんか隙間に入っていっちゃうよ、あれあれそこ行けるとこですか、え、あれ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 出たよ、あれ出たね、あれ壁の設定ミスでは、おい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 、そんなところ行っちゃダメだよそっちは作ってないんだ、困ったな、鉛筆の下書き出ちゃうゲーム制作の裏側が見られてしまったじゃないか、出ちゃいましたね、出ましたよ、え？あ、あれあれあれれあれ、なんかあっちにもあるぞ、あっちにもある、なんだクラゲみたいな、あ、なんか外にもあるぞ、お、なんだ、アンモナイトを追っていたら大変なところに来てしまった、どうしよう、アンモナイトを追っていたらプレイリア外に出てしまったどうしようとりあえずあれ目指すか、 FF4 でしたね今ね、ねえ、あれあれあれも外なのか、全部透けるのね、これ模様壁じゃないのね、全部、あ、そうなのね、そうなのか、壁抜けでロックマン2張りの壁抜けを見せましたね、はい、今ね、ねえ、なんじゃそこは、またワープか、微妙にとか潮の流れとかあります、うん、えいえいえい、なんじゃなんじゃなんじゃお前は、おお、なんじゃお、なんじゃおおおお、なんかあげたよ、 DNA 的な、お、遺伝子的なやつ、おおおお、えい、えい、マンタ、マンタ的な、マンタはまだ出てきてませんでしたけどね。えいえい。えいえいえい。お、なんだなんだ。なんだなんだ。え、なになに、全然わかんないんだけど。何もわからないけど。ああ、水が、水が満たされていく。ここどこ、これはどこ、カリオストロの城ではザバーってやったら水が抜けて、古代のお城できちゃったやつ。そういうこと、お、なんだなんだ。ここまだ来てないけど。今のところアンモナイトしかゲットしてねえんだけど、はい、こんなに進展しちゃうのどこのドアこれどこどここれどこの話、え、そんなど、え、ドアあったっけ、お、なんだなんだ、戻ってきた、お、あれここはどこじゃ、あ、生えた、あそこ入りましたね、あそこ下に入ったらなんかよくわかんないとこに、あ、ここに入ったのか、さっき生えたんですね、木が、あ、ここだったのか、木を生やしていくゲームか、そういうことか、何もわからん、わからない、わからない、わからんが、とりあえずよし、あっちか、これで進める、おお、壊れてますね、はい、そうですね、古代の遺跡なんですかね、そんな感じですね、お魚いますね、はい、世界観がすごい、もうちょっと下野さんのヒントないとわかんないな、わかんないね、お、なんだ、お、壁画がありますよ、お、お、壁画ですね、古代エジプトっぽい、お、なんかナウシカとかに出てきそうな、うん、ラピュータとかに出てきそうな、魚多めだね、そうですね、海底の王国かな、ドラえもんのび太と海底の王国、そんなやつ、ミニチュア、おお、なんだろう、あ、アンモナイト書いてある、上の方に、ちょっとゴロゴアの絵っぽいな、そうだね、操作がむずい行きたい方に行けないここはなんかないのか、ないのかな、クラゲ、クラゲいっぱいいる、あ、なんか光ってんな、あっち、わ、千葉房総の鴨川でしたっけ、水族館行ったらクラゲめっちゃいて、うん、一日中ここでクラゲ眺めていたいと思いましたクラゲはいいね、
よいしょ。あれ、いけない。あれ、ジャーニーと同じ感じで探索解放していく感じだと思うです。ジャーニーが知らないんですけどねよいしょ。あれ、いけない。あれ、これ以上いけない、進めない。いけないのでは。水面じゃないのか。そっ、なんかなかった。うん、違うか。この辺ない。ちょっと油を燃やしていただかないと明かりが足りないんですけども。そうっすな。魚油3つで油を作っていただいて。はい、あっち行けばいいのか。あ、こっちか、こっちか。お、あっちか。お、あ、こっちがルートっぽい。ちょっと曲変わったからこれ進んでますね。はい、はい、メタ情報でハンナうわあ、食われたよ。あ、破壊されたよ。下野さんやべえ、やべえ、あいつやべえ、サメやべえ。短い命だったあっという間に破壊されたよ悲しい。ずっといると思ってたのに。なんか広いよ。あそこ行けばいいのか。とりあえずあそこ通過したいね。うん、あれね、あそこ通過すると100点入るやつだね。100点、5000点ぐらい。あ、ありますね。明らかになんか人工物ありますね。あるあるある。ここ通るんですね。インスタ映えするとこじゃない、ここ。ここすぐハート岩とかってインスタ映えさせるよねあいつらなんかある。やべえな。おお。あ、なんか瞬きしてるよ。瞬いてるよ。撃たれるんじゃないですか。やべえなピチューン。物騒だな。うまくグレイズしていただいて。はい。お、なんだここ。お、ナディアで見たお、アイコン出たよ。操作ができる。えい、えい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 。お、あっ、なっ、あっ、あっ、あっ、開いた、開いた開きましたね。これ通るのか。全然なんか分からんけど何も分からん。うん。お、場面変わった。読み込み中。読み込み中、うん、我々もこうふわーって、はい、泳いでいる泳いでますね。これ泳いで場をつなぎますからふわー。なかなか読み込みが終わらない。ふわー。ああ、出たよ。ああ、しまった。そしてもう回収できないね。 100% はもうダメだ初見プレイで 100% 回収をできら。おお、なんだなんだ、勝手に泳いでます、勝手に泳いでます。おお、なんだ、あ、すごい、タイですかこれは。タイっぽい。あ、違う。あ、なんだ、タイ、タイ仲間になった。あ、マジでタイの仲間をゲット。あ、今操作してないっす。なんか自動的に動いてます。あ、またタイだよ。これタイをゲットしていくんじゃない。え、お、太陽。本当だ。なんかなんかゼルダ無双みたいになってきた。そうか？そうでもない。お魚がどんどん仲間になっていく。綺麗な。みんなの力を。ほら、近く行かないと仲間になってくんない。本当？うまいこと。あ、でも今操作してないんですよ。操作して。え、操作すんのこれ？頑張って。急展開。あれ？操作できないよ。気合じゃないですか。操作できないっす。気合。ジャイロとかないですか。カメラだけ操作できますね。イルカ的なやつ来たよ。キューキュー言ってるよ。本当？なんか急展開始めたね。あ、ちょっと操作できてる。うん。あ、そっか。多分強制スクロールでちょっと操作できて。なるほど。タイをたくさん集めるとめでたいんじゃないですか。そういうこと？適当。タイをゲット。なんかディズニーみたいな音楽流れてますけど。でもタイ取得してもすぐ離れてっちゃうんだよな。そう、この白いのは取得できないんだね。イルカ的なやつは結構ついてる、はい。おー、なんだ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 。ここはクラゲ。クラゲ
さっきのサメが気になりますね。はい。おお、おお、なんだ。おお、なんだ。あれか、サメの胃袋に続いてるやつか。で、中で焚き火を焚いてくしゃみをさせるやつ。それピノキオ。出た出た。あ、とりあえず自動スクロール終わりましたね。あ、また牛あ網油ありますよ。ほんと？また下野さんゲットしていくんじゃない、あそこ。あそこ、うん、一旦近づいてみて、また下野さんのマーク出るか確認して。出た出た、あれですね、下野さんのマーク。下野さんのあのナビゲーターみたいな、あの、うん、ドローンね。ドローンね。これをゲットするわけだな、はい、どっかにあるんですね。うん、広い広い。みんな探して、うん、あそこ穴になってる。あ、瞑想ポイントです。瞑想ポイント、瞑想ポイントは一回行った方がいいね。行っとこう。こうワープできんのかな。できんのかな。瞑想しよう。瞑想ポイントにたどり着けない。どうして。なんでだ。なんか操作がね、急にすごい旋回するんですよね。ちょっと押しただけでぐるーんって回るから。ああ、 今それが分かった。そういうもんなんじゃない。うん、多分そうだ、ね、方向転換はちょいちょいでいいんじゃないですか。そうだね。瞑想始まりました。はい。トゲチョウチョウウオ。ペラペラだよ。こうして魚を、 お出た。メガネ持ちのウオ。メガネ持ちのウオ。何ですかね。メガネ持ちのウオじゃないですか。そうですけど、これ 100% なかなか大変だな。うん。縦島巾着台。縦島巾着台。タイなんだ。おお、さっきのやつ、うん、あ、食べた。あ、メガネ持ちの、あ、なんか食べてね。パクウリ。魚って魚食べるんだっけ。はい、食べるか。食べますよね。そうやね、はい、なんかナポレオンフィッシュとかなんかコブのある系。あ、なんだね。そうだね。ホンソメワケベラ。ベラか、その青いやつ。青いやつ、でっかいやつ。ああ、ふわー、あー、ふわー。これはさっき見た縦島巾着台。メガネ、さっき見た、さっき見た、さっき見た。これを見た、さっき見た。なんでこう、なんでうまく選べないんだよね。あ、出た出た出た。違う、それの前、それもさっき見た、それもさっき見た、それの前、こいつこいつこっちみたい。いや、ベラじゃなくて。ベラはもういいから。で、選択で L スティッククイッてやると、あー、なんでそっち行っちゃうの。さっき見た。わからん。あ、アンモナイトある。あ、アンモナイトをゲットしていくやつ。アンモナイトをゲットして、なんかよくわかんないワープホールに入ると木が生えて進む、はい、ですかね。で、そのためには先に下野さんをゲットして網油を破る。なるほど。下野さん先なので、下野さんはサメに食われる。あの穴じゃないですか。左のあれね。あれっぽくないですか。あれっぽいね。アンモナイトはあっちの上の方にあるっぽいけどね。とりあえずあそこ行ってみよう。すい、 ありますね。あれ下野さんですね。あったあった。名前が下野さんになってしまった。いたいた。はい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 、はい、チンアナコめちゃくちゃ生えとるやん。本当だ。あ、全部引っ込んだよ今。チンアナコ2匹でチンチンアナコじゃないですか。アナゴアナゴじゃないですか。出たね、下野さん。2体目の下野さん出たよ。出ました。じゃあアンモナイト回収かいですね。チンアナゴパクリ。えい。あティーンってやると引っ込む。うん。おなんだ、なんか泣いたぞ今。喋ったぞ。あそこにアンモナイトがあるはず、うん、あったあった。でまたどっかに穴があるんじゃないですか。ですね。よいしょよいしょ。
ゲットゲットアンモナイトですね。お、チンアナゴゲッツ。あ、チンアナゴじゃない、なんだこれ。イソギンチャクかサンゴじゃないですか。ウミユリサンゴ、なんかそんなやつ。サンゴですね。サンゴ、生きてる。サンゴ、サンゴは生きてます。はい、サンゴはみんな生きてます。サンゴ礁が死んでるね、うん。でさっきの網のとこ行けばいいの。そうっす。あれかな、あれ 右下なんか怪しくないですか。右下なんか構造物っぽくないですか。左あれあれあれ、 あれ瞑想ポイントです。ああそうか、はいはい。じゃあ網油へ。じゃあ網油、網油網レバーじゃなくて。ああ網レバーってレバーを網油で包んだものですね。ああそういうこと。レバーはあんな網油かぶってませんからね。あそうかそうか。はい来たよ。はい来たよ。おお、おなんかすげえ流れてんな。また強制スクロールパートが始まる。ああ始まったっぽい。縦奥行き、奥行きシューティング。また太陽、また太陽ゲット、太陽ゲット。なんだこのゲーム。さっぱりわからん。わからんな。30分経ったけどまだわからんね。わからんね。あーゲットできなかった。あー違うよ。これ抜けたらまた下野さん食われちゃうね、はい、でしょうね。まあ下野さん役目終わりましたからね。そうか、じゃあしょうがないな。はい。あーあー意外と取れない。あ取れた。下野さんがいっぱいいると描画が大変だから、うん、つどつど食われるっていう。1体までしか出れない。シャチだ。1体がずっといてくれればいいのでは。確かに。よいしょ。うわーなんだ、味方が増えたよ。はい、シャチが一緒に来てくれる。ここでサメに勝てるんでは、シャチがいれば。確かに海のギャングって言われてますからね、シャチはね。あれ今の取れてないの。シャチに下野さん食われるのでは。下野さんどこ行った。あれいない、はぐれた。あれ強制スクロールパターン終了です。はい。おおすごい、バシャーン。どうなりました、どうなりました。下野さんいなくなりましたよ。いなくなっちゃったね。また光ってるね。はい、あそこ行くんでしょうね。あからさまに、はい、誘ってますね。ちょっと、うん。その言い方。でも分かりやすいですね。光ってなかったら分かんないもんね。うん、そうそう。ちょっと分かりやすくなってきた。うん、初めて来たし。はい。なんか、デュラララララのセルティっぽいんだよな、この主人公キャラ。首なしライダー。かっこヘルメットあり。お、後ろから出た追いついてきたよ。これキー入るやつじゃないですか。あ本当だ。あこれか。あまたか。おおってやー、なんか精神世界っぽいんだよなこれ。ここに精神世界が移動してきます。ほうほう。おお、また来たよ。何箇所かやると、うん、やっぱアンモナイト、あ2個いる。アンモナイト 2匹になって増えましたね、取ったから。そういうこと、そういう感じ。すごいなんか抽象的だね。ちょっと理解したけども、アンモナイト集めていくとここがアンモナイトでいっぱいになっていくのね。うん、でつどつどあれはなんか木を生やしていくのね。うん、あでもこの木生えてその行った先でサメに食われたんですよさっき。そうか、このあと食われるんですよ。このあとすぐ違うかな、なんかそんな気がする。サメご期待ください。ティーンティーン、はいよろしく。あらあっちにも塔あるね。あれさっき作ったやつじゃないですか。あそっか、受精的なイメージなのかな。ああなるほど。ああ、あシャチ、シャチ、シャチが出ました。シャチが出ました。出た出た。さっきエイとかマンタとか見てなかったけどいきなり出たんだよな。ちょっと探索が足りてなかったかもしれんね。おおなんかまた水が
抽象的だからあんまり考えなくていいんだな、うん、みんな人を殺すゲームとかやりすぎなんだよ人を殺したりガチョウを操作して悪さをしたり、うん、こういう美しいゲームだってあってもいいじゃない、はい、全然わかんねえけど、はい、なんとなくふわーっていう感じのね、マップねえかなマップね、攻略サイト表示してくんねえかな、あのワープ的なやつはできますかね、ワープ、瞑想、あ、はいはい、瞑想、これ2箇所、あ、1箇所飛ばしてる、あれ、そう、順番でもないのかな、ワープできるのか、ワープできる、これ下野さん生存ルートでは、え、ワープの読み込みが長い、長いスイッチだからしょうがない、うん、さて帰ってきた、 あれ辰の落とし子いるよ、いますね、あれ、あ、辰の落とし子になりました、あれ、あ、いや瞑想中ですね、あ、瞑想ですね、よかった、急に辰の落とし子になったかと思いましたカリフォルニアシープヘッドメス、メスかっこメス、ジャイアントグルーパー、ああ、さっきのところに、さっきのところできんのか、ワープしないで、瞑想だけですね、なるほど、カリフォルニアシーペットオス、ケルプフィッシュ、ケルプフィッシュなぜ2回同じのなぜ同じの、おブラックシーバス、外来種ですね、全部外来種ですね在来種はいませんねケルプフィッシュ、いやもういいわどこやねんここ、へえ、あれ戻りには、ん、特定外来種、あれ、よいしょ、あ、これか、再開でいいのか、あ、違う、ん戻る、ここ行けばいいの、いや、ここさっきのあれ、ん、戻る、再開、あれ、あれさっきの3つ目選べばいいんじゃないですか、そういうこと、これ、うん、はい、移動はできないのね、そうみたいね、あれね、え、でも3番目選んだら今度3番目の瞑想が始まる、もう移動できないえ、もう瞑想しかできない、あれ、 あれ普通のとこに戻りたいんですけど、済みました、あれまさか、しかも2番目飛ばしてるし、うん、瞑想してますね、はい、隠れ熊の実、お、隠れ熊の実じゃないですか、あのなんとかの上のなんとか、え、ポニョの上の崖ファインディングにも、うん、ディズニーじゃないですか、ファインディングにもでこんなのいなかった、隠れ熊の実、ハタタテダイ、ハタタテダイ、ハタタテダイ、さっきのやつ、さっき見たもう見た、ナポレオンフィッシュっぽいメガネ持ちの魚、ポップティピピックもう見たでしたっけ、何でしたっけ、さっき見た、さっき見た、もう見た、もう見ただっけ、なんだっけ、なぜか2 なんで2回同じ魚を、ああ、ベラベラ、結局あの青いでかいやつは見れていない、見れてないね、なんか接近とかしないとダメなのかな、そうなのかな、ティーンってやるとか、ああさっき接近しなかったのかな、瞑想してないときに、色ブダイ、色ブダイ、あ、綺麗、すっげえ色してんな、うん、本当にいるのこんなの、ブダイは大体あんな感じですよね、へえ、キモいよね、へえ、さっき見たそろそろ瞑想やめてもらってもいいですか、はいはい、はい、あれあれ、結局これしかない、罪だなこれこれもしかして、
再開そもそもセーブされてるかもよくわからん。わからん。これ何をしても何をしてももうプラスボタン以外瞑想から帰ってこれなくなった人。帰ってこれないですね。大丈夫？攻略サイト見る？攻略サイト以前に説明が欲しい操作説明が欲しい。もうこれないっすよもう何でもないとこ押しても何もなんないのね、はい、ピンってなるのね。メインメニュー戻ります？再開してもこれですよ。メインメニューしかないのでは。さっき瞑想してた時なんか抜けたと思うんですけどね。さっきは B とか Y とかでも戻れたんですけど、瞑想モードに入っちゃうとボタン押しても戻れないっぽいです。メインメニューいきますよ。あれでも一瞬 X で終了するって出たな。瞑想終了するの X なんですけど、 X さっきも押してたんだけどな。そして読み込みが長い、うん、そうニモが熊の実だったよね、うん、崖の上のニモね。あ、続きからができるよ。また瞑想あるけど瞑想やめて、ね、瞑想戻ってこれなくなっちゃ う瞑想から戻れなくなっちゃう、はい、あ戻ってきた。よかったよかったよ。罪を回避、はい、攻略サイト、はい、いやさっき X で戻れる設計にはなってるんだけど、なぜかバグってて戻れなかったんですね。ああ、ありそう、はい、あれん？あそこ木生やすとこじゃないですか。そうっすね。あれさっき生やしたぞ。違うとこかい。マジで木生やす前に戻されたのかな。これまだ生やしてないですよね。よいしょ。もう一回木生やすとこからやんのかな。ちゃんとオートセーブしてもろて。はい。うん、やっぱりそうですね。オートセーブポイントがこれの前だったんですね。じゃあもう一回木生やしましょう。あと5倍ぐらい早く避けませんか。あ、加速ボタンあったわ。16連射してもろてあんまり加速しねえななんか攻略サイト見ても広告ばっかりで何にも情報がねえんだけどでしょうね。そもそもこのゲーム攻略とはみたいなとこありますからね、うん、魚たちとシンクロして泳ぎながら進んでいくみたいですよ。あ、そうなの。もっとシンクロしないと。そういうことか。2回目のシャチでございます。生えたよ。アブは水を意味し、ズは地を意味します。お、地の海、水の土地っていう意味かと思った。2番目出てないけど進みますね。はい、進んじゃおう。どうなんでしょうね。2時間もプレイしたらやることなくなるって書いてあるな。アプスー、シュメール神話、ほう、アッカド神話、水の地、お、なんかまた壁画的な、やっぱりなんかいい感じの風景に出会ったらスクショを撮るのが文化みたいですよ。なるほど。サメの壁画があるよ。あの胃袋には下野さんがアンモナイトが結構書いてありますね。あれ、お、あれ、これ書いてあるっていうよりなんだ、2個撮ったから2個ある。あれあれ、実物っぽいですけどね。実物っぽいね。
とりあえずあっちか。おお、なんだサメ来んのか。なんかいっぱい魚いんな。サメ、サメいるな。あれサメか、あれじゃないですか、あれか。魚に食われないように密集しているやつじゃないですか。ああ、カジキですね。おお、すごい、中に入っちゃう、入っちゃう、指の間に入っちゃう。わあ、これについていけばいいのか。うん？うん？ここでぐるぐる回ってるだけかこいつら。あっち、あっちだな。あれだな。あっち行くんだな。トライフォースがありました。はいはい。あれ、下野さん食べられなかったですね。生存ルート。はい。あ、なんかいる。なんか。でっかいの、すげえのいる。なんだ、竜宮の使いじゃないけどなんかそんな感じの。あいつ気になるが、ああ、行ってしまった。いいか、ここ開けよう。よいしょ。最初なんで下野さん食われてしまったん。毎回食われるわけではないんだ。さてさて、次のステージ。さかなクン、さかなクンさんに実況してほしいね。確かに1ステージ3個。あ、瞑想、瞑想のところ、瞑想のところ。おお、瞑想のところもうちょっとちゃんと探しながら来ればよかったね。もうなんか下に壺が落ちてますね。なんじゃ、鎖、鎖があるよ。鎖をたどっていくとなんかあるんじゃないですか。ですね。おお、なんかディズニーのアトラクションみたいだ。おお、マンボウだ。マンボウだ。マンボウだ。普通のマンボウだ。ピンクじゃない。普通のマンボウだ。当たると死ぬ。マジで？マンボウが。うん、激弱マンボウ。お、あれ瞑想ポイントか。ああ。これ。なんじゃ？壺持ってる。壺か？壺王子か？壺王子が始まるのか？あれ？瞑想ポイントじゃなかった。あれ？ハンマーヘッドシャークか？これ。尻尾の方じゃないですか、それ。え？そうかな？いや、あれ顔では。あそこなんかあるのか？瞑想ポイントなしですか？スポッ、攻略サイトはありません。でしょうね。宅発するシュモクザメ。どうしてそんなものを。そういえば宅発っぽかった。あれ、この中には入れないのね。入れないんじゃないですか。これ登る。あ、文字書いてあるよ。なんかちょいちょいアンモナイトあるね。象形文字か。あ、また。そして瞑想ポイントではない。瞑想ポイントではないんですね。ないんですね。これは何じゃ、また別の魚だな。宅発する、はい、何がしか。何がしか左なんかくぼんでますね。マンボウ捕まってみたいな。 L2 でしたっけ。 L2、捕まれない。捕まれないか。ダメか。さあ、どっち行くんだ。マップねえかな。どっちから来てどっちに行くのか分かんねえんだよな。あ、あそこになんかありそう。お、
あ、なんかあるよ。なんかあるね。なんじゃ。お、瞑想ポイントか。あ、違う、なんか出た。シュモクザメ。シュモクザメ。ハンマー、ハンマーシャークヘッド。こんな要素ありましたっけ。え、なにこれ。あ、終わり、あれ終わり終わり。謎の、なんだ今の謎ですね。謎ですね。瞑想ポイント、あ、あれ瞑想ポイントだ。あったあったあった、ありました、これだ。そこ入れんのか、下かな。スポン来ました、赤シュモクザメ。おお、赤シュモクザメなんで、なんで2回同じやつが3連続するとなんかポイントもらえるんじゃないですか。あ、そうなの。任天堂シルバーポイントはもらえるんじゃないですかオウムがいい、うん、オウムがいって今でも現存するの。わかんないです。ああ、マンボウはマンボウ。マンボウを見せてほしい。うん、お、お、お、黒金牛鼻トビエイ。へえ。なんかトゲあり、トゲなし、トゲありなんとかみたいな感じになってるね。ははあ。わあ、かっこいいな。え、下から見るとキモいんだよな。黒金牛鼻トビエイ。さっき見た、さっき見たマンボウ見たいんですけど。見たいやつが出ねえな。あ、なんかありますよ。あ、本当だ。アンモナイトありましたね。これこのモードだと発見しやすい。そうか、ランダムだけど。うん、さっき見たこれ全部の魚の個体に番号振ってあって、それ順番に選択してるのでは。マンボウだ。あ、違うそっちかよなんでや、マンボウ見せてくれよあ、出た、ついにマンボウか。やったー、マンボウだ。ただのマンボウだただのマンボウだ。ランダムなんですね。うん、全個体に番号振ってあるんですよ。はあ、間抜けな、間抜けな顔してますな。そうですね。はい、満足です、はい、じゃあアンモナイト、はい、どこにあるのか知らんけど、はい、よいしょ。あ、左のなんかそこ入れそうじゃないですか。この下にあるんじゃないですか。あ、確かにそうかも。鎖あったよ、うん、鎖が映ってたよ。 あったあった、やりました。普通のマンボウが普通に3億の卵を産む。うんねえ、あれ、新解釈アルバトロシクス新解釈〇〇ってやつの主演全部大泉洋にすれば面白いよそうそう、そうなんですよ。よいしょ、ゲット、取りました。あと新解釈アルバトロシクスなら、あのクルーの5人全員大泉洋で面白いから1人5役一人五役こんなんもないんだな、もう。うん、下野さんどこ行った。いなくなったね。主題歌は福山雅治ですよ。なるほど。新解釈アルバトロシクス。眩しい、眩しい。そしてこの鎖の、あれ、鎖をたどって 最初追っかけてた鎖どこ行ったんだ。あ、あれか、あれ、なんかつながってるね。うん、うん、どっち行く。あ、ドア、ドアみたいなのあるよ、あそこに。でもあれか、草生やすとなんか黄色い生き物。あれ、なんだこれ、なんだこれ、なんだ、え、さっき出なかったよ、なんだこれ。ジュゴン？でかい。ジュゴン？ジュゴンか。マナティ？でかい。でか。クソでか。さっきいなかったな。出なかったね。うん。かわいい。つぶらな瞳。
そこ行きたいですね。はい。ピン。あそこ草生やすと開くのでは。もしくは下野さんがいるのでは。あ、そういうこと。なんか出ませんかアイコン。どれどれ。網油出ない。お。お。ん？なんもないっすね。何も出ない。下野さんマーク出ないね。出ないね。ここ開かないのかな？何も出ない。靴を加えていいタイミングで挟むと抜けれるんじゃないですか？え、それはそれはガチョウのゲームですよね。どこ行こうかな。なんかたまに鳴き声聞こえるね、うん、マナティの鳴き声か。泣いてる。ワンワン。逃げた。その鴨川の水族館に行った時に、はい、イルカの鳴き声みたいなやつをなんか周波数が見えるようにリアルで鳴いてるやつを解析してこの周波数で鳴いてますみたいなやつが出てて、人間の可聴域のやつはあんまり出してなくて、人間が聞こえない高周波のやつでほとんど喋って、あ、網油高周波で喋って喋ってるみたいです。あ、低い声、すげえ低い声で喋らないと人間には聞こえない。あ、そうなんだ。下野さんですね。はい。赤い、あ、青い。だからイルカは声が高いんだなと思って。はいはいはい。甲高い声してるんですね。うん、とんでもなく甲高い声を。うん、どこにいるんじゃないですか、下野さん。あれだ、あれっぽい、光ってる。下野さん、いたいたいた、いましたよ。いましたよ。うわ、待たせたな。結構遠くからでも反応した。すい、さっきのやつどこ行ったん？はぐれました。青いやつですね、これ。あ、ほんとだ。新解釈ミシシッピ殺人事件、主演大泉洋。やだかんな、このこんな河原で死ぬの。絶対やだかんな。よし、開いた開いた。さあやってくれ。さっきのでっかい扉は何なんでしょうね。なんでしょう ね、 ねえ、まあそうだよね、開かない扉わざわざ作んないですよね。おお、なんだ、なんかあるよ。え、何これ。あ、鎖。 あ鎖をこれで巻き取るんだ。それでさっきの扉開くんだ。チャン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 ってなんじゃないですかね。え、さあさあ、鎖をぐるぐるっとやってくれ。よいしょ、頑張れ。よくできますね。はい。そして扉が開くんじゃないか。おお、すごいな、鎖長。よく人力でやりましたね。あ、もう一本あるのでは。なるほど。じゃああっちの鎖をたどっていけば。なるほど、大変やな。なかなか大変ですね、この労働。あ、緩めたんだ、鎖を。はいはい、はいはい、そうです。錆びついてたのかな。まあ、もう何もないのかな。あ、この辺ない、多分ないかな。なさそう。なさそう。なさそう。これどうやって動いてるんですか。わからないですね。なんか引っかかってんの外したんじゃないですかね。したら重みで動くとか。いや違うな、たるんでるしな。もともとたるんでるからね。引っ張られてたわけでもないし、謎ですね。
なるほどね。網油は下野さんが開いて、謎の扉は鎖を緩めないと開かない、はい、ということになってます。役割分担が分かりましたね。こっちやな。あれでもこっちから来たんじゃなかったっけ、違ったっけ、分からん、どうだっけ、あれあれ、こっちから来た、こっちから来ましたよ、ほらほらほら、壺落ちてる、壺落ち、壺落ちが死んでる。じゃあ逆に辿っていただいて、マップ欲しいなオートマッピング欲しいな歩行感覚ないんだよなこれ本当 3D だしさ、迷っちゃって何もできない場合あるよこれ、うん、こっちの道みたいのもなんか気になるけどね。あれ？あっちに鎖、あ、鎖3本あるのね。おい、あれだあれだ、あれか、あったあったあった、ありましたよ。なるほどね、理解しましたよ。なるほど、あったあった、トゥイ、えい、どうなってるのかはよく分かりませんね我々が今何をしているのかは全く分からないですけどね。そうですね。あ、水がジャバーって出んだ。ゲロー、あ、いたよー、やったよー、猫がゲロを吐きましたよっしゃ行くぞ。お、 BGM 変わった？変わりましたね。進行してるんじゃないですか。お、勝ちパターン入ったな。勝ち角。これ入れんのかな。無理では。入れない。みんなちょっと今のうちに田んぼの様子見てきて。そうそう、こういうたるんでるじゃん。でもこういう動き方しないじゃん。謎だよね。これたるんでんの変だよね。ピシーってなってればさ。ピッチーってなってればわかるけど、謎ですね、うん、巨大な生き物としか思えませんね、まあ、はい、ああいうね、まあ、あんまり気にせず行くか。そんなこと言ったらこの人も溺れて死んでますからねは草が長い、はい、謎のこの深海の赤い草。あと今総合探索度何パーなのか教えてほしいおおびっくりした。あと下野さんがあと何回食われるのかも教えてほしいなんかはぐれたりするから毎回ゲットするんでしょうね、うん、エリアごとに担当がいるんでしょうね。でしょうね。あんまりはみ出るとあの処罰の問題あるからお、あれは瞑想ポイントだね、あれね。なんだ？あ、サメがいるよ。お、これ食われるのでは？食われそうですね。主人公食われないか、大丈夫か？ここで瞑想してたら食われるんじゃないか。あれ？あれ？また卓圧してるだけ？あれ？卓圧ポイントでした。あ、本当だ。虫。関係なかった。紛らわしいね。うん。似てるよね。あっち行くんだな。これやっぱりあの綺麗な心でやった方がいいね。はい、うん、純粋な気持ちで。そうですね。癒し系の、うん、トゥームレイダーですね。うんお、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 なんだ、あ、遺跡っぽい。あ、あれ、アンモナイト取りましたっけ？取ってない。あ、取った？取った？取ったか？鎖のとこは取りました。じゃあ、さっきの。いいのかな？あそこ行って。なんかまた扉じゃない？扉？あ、扉。扉あるね。あったよ、あったよ。また何がしかしないと開かない扉ですか、あれ。これはあの
草生やして木生やして、うん、あの奥にあるやつ、うん、あれが開くんですね。あ、そうか、生やせば開くのか。そうそうそう、よいしょ、あう、よいしょ、よいしょ、これ総合探索度何パーなのか誰も教えてくれないから、誰もこのゲームやってないな。あ、アンモナイト3つになってますね。よしよし、100面ぐらいまであったら泣きますけどね。あれまた飛ばしてる。瞑想ポイントが12個のうち、やっぱり飛ぶようになってるんじゃないですか。そうか、 6面ぐらいしかないんじゃないですか、うん、なんか裏面的な、うん、もう一周するドンとか。そうかも、とりあえず半分まで来てますねこれね。で完成すると火の鳥になるんですよ。ガオーか。ガオーですよ。コナミですよ。ついこの間もあのジムで運動ウォーキングしながら、はい、ガオーコナミ火の鳥のタス動画をずっと見てました。タス動画見ながら運動するとはかどります。そうね、そう、なんか PS4 のトロフィー記事ばっかり出てくるんだよね。誰もスイッチでやってない。ああでもトロフィーの記事、トロフィー一覧とかあれば流れは分かりますね、うん、あれはクジラ、シロナガスクジラとか。あ、2種類だな。2種類、やっぱりカリオストロの城ですね。はい、シュパーン、2種類いなかった。ああ角度の見え方の問題でした、うん、これ水がザバーってなってますけど、もともと水の中なんだよね。水じゃあ何かがない、何かが、うん、不思議な感じ。開いた。 PS4 の記事見ます。そうですね、まあでもこれで半分なんでしょうな。なんかあと3回キー生やすんですよ、うん、そうだね、うん、加速しよう、加速。あと5分ぐらいで片付けてもらっていいですか。無理です。それはさすがに無理でやんす。アンモナイトとかクジラとかたまに書いてあるな。お、なんじゃ、なんかあります。ん、お、光ったよ。ガシャーンつってますけど。言ってますね。入れる。あれ入れない。眩しい。めちゃくちゃ光ってるだけ。入れなかった。めちゃくちゃ光ってますけど。はい、あっち行けばいいんやな。あっち行くのか。あ、もしかして扉かなんかあった。扉があったように見えるな。扉を開けたのかな、もしかして。うん、あ、徐々に開けていくのかな。あ、あるあるね、扉見ずにもう開けちゃったんだ。瞑想の像が全部で12個あって、はい、だからやっぱり見つけられてないんですね。はは、瞑想の像はね、あの宅発に惑わされて見つけられてないんだ。そうですね、なんかこれの壁画もありますよ、この三角形の。紛らわしい。なんかあるよ、ほら。あれ入れないでしょ。これ入れないですね、きっと。目ピカってなってないもんね。うん、これただの壁画ですね。なんか流れてるな。あ、道順ね、これ。あのイースのあそこじゃないですか。イースのイースのどこだろう。2のイース2の最後のとこ。なんだっけ、中枢、イース中枢、わかんない。イースじゃなかったかな。ああ、なんだっけ。あれ、開くんじゃないの。
あ、いたいたいた、いたよ。なんか強制スクロールの途中に貝殻とかあるっぽいぞ。あ、そうなの？え、それ無理では？クリアするとチャプターセレクトして回収できるらしいです。貝殻ってアンモナイトの？多分そう。ああ。お、三角形のやついる。こんにちは。はい。攻略サイト見てもマップがないから分かりづらいね。これは分かりませんな。今第4章だと思うんですけどね。はい、3つキー立てましたから第6章までですよね、きっと。うん、多分。さて、はいはい、ちょっと池江璃花子張りに泳いで。もしくは前肌。池江璃花子にしましょう。おー、クジラだ、でかい、でかいね。捕まりたい。こんにちは。こんにちは。捕まりたい。捕まれない。小判ザメ的な。一緒に行ってるっぽいですね。あれ？自動スクロールか。お、いっぱいいた。いっぱいいる。いっぱいいる。いっぱい言いすぎませんか。固定資産税相当かかりますよこれ。めっちゃ魚食べた。わあ。あれ、固定資産税どこ行っちゃった。あ、でかい。わあ、でかい。でかい。なんかさっきちょっと自動スクロールだったよ。あ、食べられる。あ、やばいやばい。あれあれ。やばい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 。ああ。そうでもなかった。でかいな。あれ？でか。シロナガスクジラです。固定資産税すごいよこれ。あれ？なんか自動スクロールモードっぽい。多分そうです。はい。めちゃくちゃツルツルしてんの。でか。うわ、すごい雰囲気。雰囲気すごい。くるー。筋トレの大会の掛け声じゃないですか。でかすぎて固定資産税がかかりそうだな。秀逸だよね。そりゃこれシロナガスクジラこんなでかかったらこれ固定資産税かかるわ。お、なんか三角形の、さっき壁画にもなんかあったけど3つ三角形のが、うん、なんか光ってる。あれ、うん、なんかちっちゃい、うん、スターラスター始まります。え。え、何これ。なんだ、爆発するのか。爆発しそうですよ。爆発しそうですよ。地雷の面って書いてありましたよ。爆発するのでは。えいえい。死ぬのでは。えい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 。ほら、どうした、爆発してみろよ。小学生か。ほらほら、ん、爆発しませんね。ほらほら。ああ、ああ、うわあ、ああ、死んだ。死なない。バッドエンディング。生きてる。平気なんかーい。なんじゃこりゃ。なんなん。嫌いですか。地雷というか嫌い。そうですね。これなんかあんのか。触っても平気ってどういうことですか。じゃあ何なの。おお、なんか出た。ミツクリサメ。さっきもこういうのあったね。なんか出るやつあったね。うわー、ビリ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 。
ビリ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 するだけ。そこら辺なんかありませんか。あるかな。お、なんだ。あ、イカですね。なんか色が光ってるイカ。あ、墨入った。わ、なんだ。深海っぽいのかな。なんだなんだこいつら。どこへ行ったらいいのだ。骨をたどる。骨をたどる。なんだあれ。あそこなんかありそう。もうなんかありそう。ゲーミングイカ。間違いない。うん。ありそうですね。なんかある。あ、アンモナイト。下野さん？違う、アンモナイト。はい。ゲット。それのちょい下に瞑想の像ないですか。え、ちょい下。暗くて暗くて分からない。暗くて見えない。あれかな。あれかな。違うな。なんかさっきはケーブルをたどった、鎖をたどってましたけど、ここは骨をたどるっぽいですよ。骨をたどるんだ。なんじゃ。海底火山ですね。ほう。ふわーふわー。骨を骨を。私は今一体何を。骨をたどる。意識が遠くなってきた。こっちかな。この骨は何なんですかね。ねえ、めちゃくちゃでかいですけど。ギャー、届くのかい。あ、なんかケーブルがありますね。本当だ。クジラの骨なんじゃないですか。めちゃくちゃでかい。はい。これなんかですね。あ、うん、なんかありますよ。あれさっき撮りましたね。さっきのここか。あれ撮ったよね。撮ったやつだよね。ん？あれ？なんか発生するやつだ。あれ？あ、さっきと違うやつだった。アンコウかな。あ。ちょうちんあんこうっぽいですね。あそこ行ってみよう。あれ、いやん。これ通り抜けられない。嫌いを避けて行きたい。お？なんかあるよ。お？動いたよ。原子力発電か？え？お、お、やっつけた。倒した。やったー。どういう仕組み？分からん。何も分からん。おおおお、また、これまた2つ。あ、またそういう系。あの、はいはい、タービンを渡せばいいのね。はいはいはい、あっちの方行けばいいのね。はいはいはい。太平洋を横断しているインターネットケーブルね。光ファイバーケーブルね。あれをダーンってやれば嫌いが全部死ぬんだ。嫌いが死ぬか、いろんな人が死ぬか、どっちか分かりませんけど、大変だ。昨日あたり情熱大陸で NTT のフレッツ網のケーブル見えてましたけど、はい、あれなかなか貴重な映像でしたね。そうなの。うん。ギャー、到着。これが一番早いと思います。RTA。 よし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 、これでフレッツの光ファイバーが開通します。はい。あー、サメが行ったよ。 あいつなんかキーなんだな。あ、最初から出てたやつもしかして。最初に下野さん食べたやつじゃない。マジか。この面下野さん出てこないね。うん、この後かな。この B ボタンで加速ってのがね、いまいち加速になってんのかよくわかんないんだよね。リズミカルに押すんじゃない？そういう感じ。
進んでるっぽいですね。はい、なんかいますよ。お、なんだ、お、で、電気ナマズじゃない、どうしたどうした、あ、違う、あ、サメだ、さっきのサメがなんかやられてる、 あの時助けていただいたサメです嫌いがあれして挟まっちゃったんだね、だ足がかわいそうに。サメの恩返し来るんでは、これ助けると口からさっきの下野さんを吐き出して、なるほど、それでどうにかみたいな。おお、すごい力持ち、やったー、助けたぜ、手なずけた、よし先に進んでった、あれ、ついていきます。ん？どっちだ、こっちか、鍾乳洞的な、うん、お、またクジラ、クジラ、今度はマッコウクジラですか、これは。暗い、暗いね、これにはちょっと青木カメラマンも我慢ならないですね何も見えんよ。強制スクロール始まってます？始まってないですね。何も見えん、何も見えんよ。どうすればいいのだ、え、マジでわかんないんだけどこれ興味に向かって泳いでいるお、なんか、あ、なんか、あれ、なんか出てる、勝手に動いてる、なんか、なんか出た、なんか黄色いピヨピヨ出たね、出たよね、ビロビロは出たね。とりあえずまっすぐ泳ぐ、なんも回らん、わからん、あ、なんか光ってる、右の、あ、違う、画面についた、ここの部屋の照明では、ディスプレイについた汚れか、汚れ汚れかなんかか、ディスプレイの汚れに向かって泳いでました今なんかちっちゃい黄色い点みたいな、すごいメタなんかでも導かれてるような、これはちょっと見えなすぎではなんか微妙に背景あるけど、あー、なんかあっちなんか穴みたいのあんな、海底火山的なやつ、いや、あ、あれか、穴か、穴あるね、あれでもただの穴か、お、え、戻ってきちゃった？え？そうっぽい？あれ？戻ってきてるような。こんな狭い。いや、戻ってきた。戻ってきたね。戻ってきちゃったね。あれ？あれ？あっちから来たんだ。戻ってきましたね。そこでサメ助けましたね。だよね。あの時助けていただいたサメがグラちゃんになってくれるの？え？グラちゃん？かわいいね。あ、グラちゃんってあの VTuber の VTuber、 あと急にやったよ急にやったよ見逃してた、取った、さっき見逃してたな、戻ってきたから気づいたけど、あのナイツの強制スクロール海の中ゾーンみたいそういうのがあるんですね。あります。どうしたらええんや、どこに行ったらええんですか、とりあえずまっすぐ泳ぐか、とりあえずスティックを操作せずまっすぐ泳いでみよう、うん、全然背景も変わらんから進んでんのかよくわからん、あ、ちょっと進んでる、なんだ、壁だ、壁だ、壁があるよ壁を発見して喜ぶっていう壁があったが、どっちに行くんだこれ、左か右か上か、上行ってみっか、
これどっちが上かも分かんなくなるな。とりあえず上まで行ってみよう。なんか青い光がこう、あれなんかゴールっぽいですけど、あなんか出るね。なんか勝手に方向が変わる。プレイエリア外か。そっかそっちじゃないよってなってるんだ。なんとなくなんか勝手に方向調整されるから、それに逆らわず行けばいいのか。あなんかあるな、あそこにクラゲか、イソギンチャク的な、うん、サンゴか。あなんかなんかいるね。あクラゲだね。クラゲですね。はい、なんかいるな。なんかいるが、イカ、ゲーミングイカ、ゲーミングイカだ。お？なんかあるか、あそこ。今右上になんか、あ、瞑想ポイントだ。違う。え？え？瞑想ポイントでも何でもないの？これもしかして何でもない像ですか？何でもない像。近づけてないだけ？ああ瞑想ポイントだ。あよかった。とりあえず瞑想ポイントは見つけた。月クラゲ。うん。お、ハチェットフィッシュ。知らねえ。はあ、深海魚。おお、ピカピカしてる。テカテカしてます。ハチェットフィッシュ。ちょっとウルトラマンに似てる。似てるね。クラゲとハチェットフィッシュしかいないのでは？あ、でもイカとかもいたよね。あれなんか解放しないと出ないんじゃない？ああ、そっか。そこからシュワーって湧くやつ。はいはい。なんかこことここ行ったり来たりするだけなんですけど瞑想、瞑想とは、あれあれあれ、瞑想とはあれ、いないのでは。個体番号振って全部行くんじゃないんかい。さっぱりわからん。完全ランダム。うん。さてあそこになんかあるな。いやしかしちょっとは見えるようになってよかった。ああれもうあれじゃん。うん。よしよし。あれ撮ってないけど。あ下野さん。下野さんもいないし、アンモナイトもないし。アンモナイト撮ったよ。そうか。うん。あのなんかとなんか見落としてたやつ。ああそうか。うん。サメを助けたすぐ後でしたね。でもなんかもっとアンモナイトたくさんあるっぽいから、ああこれは必須アイテムではないのかもしれないね。そうでしょう、ね、単に来ればいいだけかも。うん、そんな気もします。実績解除のアイテムっぽいね。はいはいはい。あれあそこもう木立ってね。あいいのかな、じゃない。あそっか、最初から立ってたっけ、うん、そうそう。前畑頑張れ、前畑頑張れ、頑張れ頑張れあと10メートル、10メートル、あと5メートルスカスカの木をこれでティアってやるとこう色づいて活性化するみたいな、そんな感じなんじゃないですか。なるほど。イカ。あイカだ。長いイカ。本当だ。あそうだよね、さっきのサメにやられた下野さん完全にバラバラに破壊されてたから、サメの腹の中から出てくるってことはないね、うん、そうそう、そうでしたね。ゲーミングイカ長いな。長いね。開いた。開きましたね。
これ一応ラストまでやるんですかね。まあここまで来たら、ここまで来たら、ここまで来たら、ここでさよならっていうのも全くわからんまま終わってしまいますので。そうですね。何だったんだろうねっつって。まあいっか今日これで終わるか。最後までやっても何だったんでしょうね。なりそうの可能性はあるね。なんか薄い魚いる。薄い。あ？なんだ？向きがわからん。深海魚っぽいですね。骨みたいな魚いるよ。薄い。お？ん？なんか狭い？ん？通れんのこれ？あ、通れる。あ、通れる。すごい狭い。おお、なんだ？おお、遺跡の最深部に来た。あ、三角形いっぱいある。また嫌いが邪魔してくるらしいですけど、え、頑張って避けてあそこ行くんじゃないですか。めっちゃいっぱいあるよ。あ、なんか崩壊してる。やっぱりなんか遺跡というか、あ、古代文明的な、うん、ロストテクノロジー的なですね。すごい壊れてますね。ね、これまっすぐ行ったら絶対ビリビリってなるでしょ。落ちてきたラピュタでは。そんな感じだね。ちょっと離れたところから近づいていこう。まあビリビリってなっても死なないんですけどね、うん、むしろビリビリでノックバックした方が早いって。それはありそう。グーニーズ2張りのノックバック見せてくださいよ。え、わからないけど早くなるのね。グーニーズ2で爆弾を置いて爆弾の爆風でノックバックすると数画面飛べるんですよ。ああ、はいはい。じゃあノックバック行けー。失敗。あんまり行かなかった。あれ、なんか違うぞこれ。あれ、なんか本格、うん、中枢的なやつじゃないですか、うんうん、さっきまでのやつよりでかい。でかいでかいでかい。さあ入りました。さあラストダンジョンですかね。宇宙船っぽいね、うん、これは避けれねえよ。ティン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 。ああ、打たれ強い。そうそう、リフトね。あ、リフト、爆風とリフトで加速する。なぜか加速するマイキー。あ、グーニーズ2。そう、グーニーズ1ってあったんだっけ。あれ、シモノさんかい。そうかな。あ、なんだ、あ、違う。あれ、シモノさん量産、量産型。え、いけない。工場見学。え、あそこに入るとピラミッドパワーで健康飲料が作られている。千歳の工場のことを忘れてあげて。ヤングっていう飲み物がありまして、その工場千歳にあるんですよ。はいはい。ピラミッドの形してるんですよ。そうなの。ピラミッドの下でね、パワーを込めて製造してるんですよ。すごいでしょ。あ、やってますよ。まだ22時11分確保。え、アイーチャンピオンさんを。はい、こっちかな。あれ違うな。あれ、今日ね、謎のゲームやってます。1時間39分やってますけど、まだ誰も何も分かってません。あれ、こっちから来た。そっちに行く。こっちから来たんだよね。あれ、そうか、また爆発する。あれ、あれ、こっち、あ、こっち、こっちまだ行ってない。あれ、でもこっちから来たような。あ、違う。 あ、 お、あ、こっちか。チュイン、わかんないんだよな。道が。こっちでいいのか。工場っぽいですね。ね、嫌いを作ってますね。はい、まだ生きてるんですね。壊れかけだけど。そっか、壊れかけのレイディオが。ね、あ、ああ、なんか、なんかあるよ。ちゃんとあれ、バルスっていうやつじゃない。もはや。お、お、バルス、バルス。お、あ、石本さん。あ、さっきの。お、なんじゃ。あ、あの魂みたいな。お、お、なんだ。お、なんだ。なんかディスプレイプロジェクションしてんのかな。かな。3D プロジェクションしてんのかな。あそこに行けみたいな。あ、なんだ。お、人間、自分じゃん、自分じゃん。お、なんじゃ。
綿？綿？あの魂みたいのをなんか木に入れると木が生えてってやってましたよね、さっきね、丸い魂ね。はいはい。あれの説明をなんかしたんですかね、よくわかんない全然わかりません。わからんね株式会社ヤングライン、え、ピラミッド工場、ヤングラインっていう会社名。そのピラミッドをね、うちの父親が作りました。そうなの？建築会社勤務。マジで？はい。そうだったの今明かされる衝撃の事実。結構作ってますよ。ああ。なんなら泊まり原発も作ってますからね。ええ。うちの父親も建築関係だったからな。うん。多分どっかですれ違ってるでしょうね。あのラピュタのティンティンのやつみたい。はい。いよいよこれエンディング近いのでは？近いね。ああ、なんか曲もなんかかっこよくなってきたよ。ここからは王族しか立ち入ることができない。君たちはここで待っていた、いたまえ。かわいそう。これ絶対ビリビリ当たるでしょ。またビリビリかい？無理でしょこれ。ビリビリ棒かい？ビリビリ棒でしょ。多分あそこまっすぐあっちの方行けばいいっていうのは分かるんですけど、ああ絶対食らう、絶対食らうでしょこれ。これができたら100万円。ああもう、ああ A パー入った、 A パー。ちょっとやばいやばいやばい。うまいことノックバックをつなげていくと最速で抜けることができます無理でしょ角度を調整してもらってリフトの端に爆弾を置いてやばいやばい。多分あそこ行けばいいと思うんですけど、ああもうこれ死なないからいいけどさ死なないならいらないのだよこの要素はこれスペランカーさんだったらいくつ命あっても足りないですよ。ティン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 、いやーティン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 、あーあー3連続3連勝ついた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 。こんにちは、到着です。入れるのか、あれ、お、さらにまた中にでかいな、固定資産税すごいだろうなあーなんだ、あー、さっきのサメだ、さっきのサメやん、入ってった、あれ入ってったよ、あれあれ、あお、何してんの、ちょっと、あなんだ、お、変形ロボ、あービリ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 、あーサメ死んだのでは、サメ死んだのでは、あれ主人公も死んだのでは、あれ終了、あれ人間じゃない、エンディングですあ、あ、ターミネーター的な体しましたね、うん、さっきあのなんか東映のやつでも中身機械っぽかったですよね。あ、そっか、サメちゃん死んじゃった、人間じゃなくて機械なんだよっていう話だから溺れなかったんですねそうですね、そうですね、分かってきたぞ人間だったらとっくにね、とっくにね、溺死してますね。まだ続くんじゃ、どうなったんだ第6章、うん、あらあらターミネーターだと大変ですよね。え、おお、おお、肉体がなくなりましたね。ほんとだ、なんか骨みたいになっちゃったよ。あらあら、コアがむき出しですよ。あら、あら、あそこを一発ドーンで倒せますねどうしたらええねん。あ、これまっすぐ行けばいいのか。ここまで散々海の中でしたけど、うん、この後なんと、はい、あ、サメが、あ、サメが、あ、ボロボロだけどまだ息はあるっぽい、まだ生きてる。あの時助けていただいたサメです。大丈夫か、もうお前は無理か、ここまでか。さっきなんで突進していったんどうしたん、理由がわからんね。サメちゃん、サメちゃん目おかしくない、あ、なんかやってる、お、心臓マッサージ、あーあー、あー死んだ、 目白くなった、死んだ、悲しい。まあ別に仲間っていうか、どっちかっていうと最初敵でしたけど、うん、そうですね、死んでしまった、下野さんの敵を打ちましたこっちかな、
もうこの先どうなるのか分かりませんね。さっきのがラストステージだと思ってましたからね。どうなるんでしょうか。なんかありますね。なんだ。ジャパン。あれ？あ？久しぶりに息を吸いました。はい。なんじゃ？あっち行けばいいのか。うん。なんか光ってる。なんだ。うん？うん？ただの貝か。なんだあれ。ただの生き物でしたね。お？お、なんじゃ。うん、なんじゃ。お、うん、ただの飾り。あの木生やす入り口っぽい模様ですけどね。あ、そうだね。どっちへ行けばいいのじゃ。こっちか。行き止まりっぽい。うん、うん、なんか生き物がいますね。カブトガニ的な。あ、なんだこいつ。なんか変なのいる。え、キモいやついるよ。何こいつ。なんだこれ。深海生物。キモいな。深海の割に地上近いですけど。そうだね。浅めの深海ね。深海とは完璧に矛盾。じゃあ、深海だけどなんか空間があるとかそういうわけでもないか。ああ、また壁がありますね。本当だ。あ、壺洗ってる。そうですね。なんか顔似てませんかこれ。あれ、この人では。あれ。あれ、この人では。この人では。ほら、あれ。おやおや。おやおや。仲間では。あの大ヒントなんですけど、地上歩くらしいです。あ、はい。ちょっと歩いてもらっていいですか。なんかそんな気もそんな気してました、私も。ここまで散々海のが泳いでたのに。はい。登っちゃうっていう。ここから上がるんですね。あ、あった。お。あ、なんかいますね。亀。亀だ。歩くんかーい。初めて歩いた。ここまで来て歩くんかーい。あ、なんか飛んだ。カエルか。ツボ。ツボ。白いのなんだ。木が生えてますね。白いの花ですかね。なんか花咲いてる。地球の生物の進化をたどっているとか、なんかそういうのよくありますけど。ありますね。そうでもなさそう。そうでもないね。こっちに上がるんだな。なんかあるぞ。なんじゃ。お、あからさまに押してほしそうなボタンが開いた。開いた。なんじゃ。楽園的な。おお、また潜るんかーい。ザバーン。あそこかな。あのリン果樹園の世界観にちょっと似てるね。あ、似てますね。リン、リン果樹園、あれね。そこなんかしないと開かないやつか。開かないっぽいね。ああ、これはえっ、ー、と鎖パターンっぽいっす。うん、なんか2箇所あそこになんかあるな。これかな。うん、特にたどるものもないな。
裏側かな。ちょこっちかな。あ、鎖あった裏に。これをたどってあっちかな。この鎖の先に何かあるんだな。うん、とりあえずあの貝殻と生き物の解放はトロフィー要素っぽいのでやんなくても OK です。はいはい、あ、わかりました。あれ、こっちにもなんかドアあるぞ。おや、あれ、そして地上に鎖がつながって、つながってますね。あれ、あ、ここが、ここが開くべき扉か。あれ、じゃあさっきのところは扉っていうより、なんかあそこいじって開けるためのギミックがあるんだな。ここね。うん、あれ、裏側にもなんか扉っぽくなってるな。あ、やっぱり中にあるな。うん、あの向こうにもあるね。うん、横から入るとか下から入るとか。アシカみたいのいたな。アシカ、こっちから上から入るとか。よいしょ、よいしょ。ん、地上から攻略するのでは。こっちから、こっからよいしょ入って、登って、よいしょ、そんで、あ、あれをさっき押したんか。違う、いや、押す。うん、これ新しいやつかな。押すとどうなる、どうなる。おお、開くんかーい。で、あれをあれするのね。なるほどね、はい、わかりました。二段階方式、二段階認証ね。よいしょ、よいしょ。操作が操作がはい、よいしょ。でもう一個ね。うん、ザバ認証が雑脆弱ボンと押せば開いちゃう。はいはい、そして攻略サイトちょっと先まで見ちゃったんですけど、あ、はい、第8章まであります。そう、これ今第6章です。え、まだ 6? はい、え、なので、あの、早めに、はい、もう一切瞑想とかせずに、はい、え、もう一個ってこっちの方だよ。そっちだと思いますけどね。見当たらないぞ。ん、全然見当たらないぞ。あ、瞑想これ、うん、ポイントだけ取っとくね。はい、で、瞑想せずに、一切瞑想せずに、せずに立ち上がり、まあ、瞑想ポイントは後で戻ってこれますからね。これか、それは、あ、これだ。ああ、それじゃん。ああ、あれだ、ゼロ段階認証。
あ、行ったわ。むき出しやん。パスワード付箋に書いてデスクトップに貼ってあるやつやん。もう片方のセキュリ、もう片方のセキュリティがしっかりしてるからよし。すごいね。二段階認証。ガバガバ二段階認証。もう片方は大丈夫だからよし。お。開いた開いた。よしよし。もう最後のが完全に最終章だと思ってましたけど。なんじゃ。道なりに進むって書いてます。はい。あ、シーラカンスとかではこれ。古くなってってる？なんかさっき、うん、さっきアンモナイトみたいなのも飛んでましたけどね。まあ、アンモナイトに似た何かなんでしょうけど、完全にあれじゃん、あの銀行のなんとかペイ送金の脆弱性のやつじゃん。あっちがちゃんと本人認証してると思いましたよっつって。あ、なんとかペイのやつ、なんとかペイのやつ、ね、引き出されちゃったやつ。はいはい。お、出た。なんかアンモナイトいたよね今ね。また地上？うん。よいしょ。すげえな。そこから飛び込むらしいっす。はい。虹がかかってる。ここどこなん？もう地上なのか深海なのかもうさっぱりわからん。よいしょー。よいしょ。そしてここら辺で本当は瞑想の11、2個像12個集まるらしいです。はいはい。でももう集めません。はい。これは何でもない。またなんか2箇所起動すると開く系っぽいです。はい。 あそこのドアだな。あれがドアで、目がでかい。本当だ。なんでしょうね。ね、鎖かなんかが。うん？なんじゃ。どうなっておるのじゃ。地上かな。よいしょ。なんかそこにあるね。ああ、なんかあれ、あれだ。ほんほん、あれがなんか なんかなるんでしょ。あれがなんかなるんですよ。内容のない人の会話。あの件どうなってました。でプレイエリア街を作っている。そうなの？あっちか。よいしょ。よいしょ。お。お。ん？ん？ん？なんでもない。わ、わからん。わ、わからん。こっちではない。模様だ。とりあえず泳いで探してみる。どっかになんか光ってるもんあるんじゃないですか。多分ね。こ
これは違う。草。草。あれか、あれだ、きっと。ああ、あったあった。むき出しのパスワードね。はい。わあ。あ、そういう感じ。水の中を水が流れるやつ。そこに、ということは反対側。反対側。違うか。あっちの方か。なるほど。あれか。あの奥に、左奥のやつ。うん。そりゃ2箇所に鍵つければ安全に決まってますよ。あ、それ通路、あ、これか。こっちか。この問いを、あれか、ダッシュ島のあの問いを通って水が流れてきます。あ、さっきのこれ瞑想ポイント、名簿近くにあったんだ。託圧ポイント。シュモクザメの貴重な託圧ポイント。さあどうだ。ティン、ザバー。このザバーがおかしいんだよ。何がザバーしてる。水の中でこうなってんのおかしいんだよ。ザバー、ザバー、ザバーってなんやねん。謎だな。なんかキモいのいる。わあ、本当だ。あ、え、恐竜的な。恐竜、首長竜じゃん。やった。やっぱり、ああ、首長竜とか双葉鈴木竜とかそういうやつじゃん。モックさんの祖先ね。ん？モックさんの祖先。そうなの？うん、ああ、そう。ああ、そう。キリンじゃないんだ。相当首長いですね。ねえ、あれがだんだん短くなってってモックさんになるんですね。やっぱりここ絶滅したものがいますね、このエリアはね。よいしょ、ティン。お、おお。おお、このなんか脊椎が微妙なティロティロした魚とか古代っぽいですもんね。そうだね。また扉が。うん？こっち行けばいいのか。そう、ボタンありますね。はいはい。これは一発で開くやつだな。あのサスケでバーンって押すとボールが落ちてくる、 あのボタン。そうなの。よいしょ。筋肉番付だ。クリア。あ、これでね、6章終わりですね。嘘。嘘。続いて第7章。嘘。そんな長いの？もうだいぶクライマックス感さっき出てましたよ。うん、なんかクライマックスのままですよね。はい。なんかすごい、すごいとこだな。海の中でお魚と戯れるなんか、かと思いきや、環境ゲームだと思ってましたよ。出ちゃってますからね。はい。この後伯爵とこう戦って。はい。指輪を取られます。まず取られるの？まず取られます。はい。これが一番早いです。はい。そこ飛び込めるけどね。そっち行けないのでは？登れる？登れない。行けない。行けない。飛び込むしかない。こっちの。そうだね。サメちゃん死んじゃうところ一番悲しかったね。ね。飛び込みますよ。よいしょ。お、なんだ、始まった、始まったよ、急に始まったよ。BGM が急に始まった。あ、オートスクロールだ。ナイツのあの面始まった。あ、またティーンだ。ティーンをね、15回繰り返すとトロフィーみたいです。はい、そうなの。プレステ4だと。プレステ4だと。
久々だ。ティーン、ティーン。お、まだ続くの。ティーン、ティーン、ティーン。よいしょ。だいぶティーン上手くなりましたね。はい、慣れてきました。なんかすごいとこに来たよ。すごいね。おー、あー、いた。見えなかった。見づらい。よいしょ。フルコンボだどん。まだ続く。まだ続いてます。まだ続くんじゃ。おっと。あ、取れなかった。取れなかった。コンボが途切れた。優の選手痛恨のミス。初見プレイですから。KAC の決勝の感じ。すげえな。どういう世界観なの。ええ。全然わからんですね。どうなりました。そこは開くんか。開くんですね。ということは鎖 が、はい、あっちですね。ああ、簡単ですね。鎖すぐこれ。パスワード後で送りますね。そして反対側に。はい。ちょっと上みたいな。キモい。あれ。なんかでかい恐竜の牙だったとかかな。ああ。歯とか。キモい。わあ。すげえ。よいしょ。はい、開きました。なんか左下と右下の指示でなくなったんで場所も落としますね。はい。よいしょ。目論見通り開きましたね。開きましたね。そういえば木生やさなくなったね。あれ、そう、どうなったん。そうね、あのギミック毎回あるわけじゃないんだ。あれもう完成したのか。いや、この後生やすのか。ここか、ここ木生やすとこか。でかい木生えんのか。これか。どうなんだ。なんかその6章と7章の境目とか、そういう境目がよくわからんのだが、うん、読み込みがこれ章の切り替わりですかね。いや、違うっぽいっす。ああ、そうなんだ。単にオブジェクトの呼び込みだと思います。ああ、来たよ、ほら、キー生やす。出た出た、キー生やす、生やせると思う。来ました。あれ、通り過ぎた。え、え、なになになに。ティーンじゃないですか。あ、ん、あ、いいです、ね。あ、ラスト、ラストだからでっかい、でっかい木が生えるの。なんか今までとちょっと違う。見たこともない木が。うん。この木何の木？気になる木？これ全見たこともない。全体が、あ、サメの、あ、サメ出た、サメ出た。さっきのサメちゃんが。サメちゃん復活。あら。そしてどうなる？捕まれませんか？捕まる。あの時死んだサメです。あれ。お、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 肉体が。あ、復活した。お、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 いよいよクライマックス。これもエンディングやろ。
まだですね。もうこれラストでしょ、これ完全に。まだなんですよね。ザバーン。おお、なんだなんだ。ザバーン。サメ、サメ掴めません？掴めますよ、きっと。音割れてんな。これのせいか。こっちで開けた方がいいのかな。でもスイッチの音マックスにして音割れるってまずくないですか？割れてる音なんては元々。あれ、サメ掴めないですよ。最初なんで下野さん壊してしまったん？ちょっとあれ掴ませて。掴めないのかな。掴めないかも。Y だっけ、掴むのって。わかんない。なんかあるよ。あるね。アンモナイトだ。おう、取れないのでは。イルカに押してもらってヒュッてなんか会場に出るショーありますよね。あるね。どうやっていくねん。そこはちょっと取れないですな。課金すると取れるのでは。降りてくる。ん？上から降りてくる。そんな感じだね。とりあえずあっち行けばいいんだな。あれでもなんかサメにシャーって押してくるっぽいエフェクトの画面あるぞ。ほんと？とりあえずあっち行った方がいいっぽいから行ってみるね。うん。まあ、あんまないとはね、取らなくても。おー、オートスクロール始まった。おー、なんだなんだ。あーなんだなんだ。おい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 。まだ出てくんのこれ。これ全部破壊するやつか。あ、そういう感じ。うわー強い。さっきのビリビリは何だったんだ。やっぱりなんか最後のエネルギーを得て強くなったんじゃない。強くなったんじゃ。よいしょ、ドーン。よし、倒した。よし、おお、緑化された。よし、あ、おお、生えた。やっぱりやっぱりそうでしょ、生えるんでしょ。生えました。おお、なんだなんだなんだ。生えると思ってましたよ。そしてあっちへ行けばいいの。クジラに、クジラがいるっぽいんですけど、クジラに捕まるとジャンプできるらしいです。あ、そうなの。あ、ジャンプしたよ、あいつ。あいつじゃないと思うんだけどな。うん、あいつか、違うね、サメだよ、ね、これサメです。あ、また始まった、オートスクロール。またか、またか。またかい。またあるんだ。あ、またあった。何何何、あれ、またあったよ。壊すの。木生え放題だじゃん。わあ。なるほど、水位が変わる。あ、そうなんだ。これをあれして、あれすると水位が上がっていける。水位が、うん、上がってきてますね。カラフルなお魚さんが。あ、そっか、さっき水位上がったからアンモナイトさっきの取れるんだ、戻れば。うん、まあ今回はいいですけど。まあ取りませんけど、ええ、取ったところで、はい、スイッチ版ですし、エニーパーセントクリアなんで、オール大変だな。うん、よいしょ、やったぜ。よし、めっちゃ生えますね。あー、なんかシャチ出たよ。なんで水位上がるん。で、あっちに進むのね。なるほど、すごいなこのゲーム。すごいけど。すごいんだけど脈略がないんだよな。もう少しです。はいはい。ティーンティーン。
わあ、うわあ、わあ。多分クリアしても何も分かんないんでしょうね。雰囲気だから。そんな気もしますね。距離感がつかめなくて。確かに。そう。わあ。ドーン。あのサメは何なの？何なんでしょう。よし。よし。あっちか。この若干ディズニーっぽい BGM、うん、やっぱ音割れてますね。割れてますね。なんでしょう、音も下げたからは、はい、元から割れてるとしか。元から割れた状態のデータが入ってる。元から割れたドットウェーブが、うん、そうですね。同じよね。はい。4回目ですね、はい、飽きてきましたね。もう終わりじゃないですか。さすがにここから下野さん出てこないでしょ。出てこないでしょ。あの下野さん何だったの。何にも分からん。分からん。あと下野さんじゃないし、喋ってないし。まあ雰囲気じゃないですか。はい。全般的に。そうそう。割れてんな。あー、なんか。よいしょ。こんな割れてたら同人 CD でも来られるよ。問い合わせ来ちゃうよ。来ちゃうね。あれ？上に1個出てる。ああ、あれか。あれ？あれはひょっとして上に出てるからボーンできない？あ、これでやる。あ、ジャバーンって。最後。魚元気だな。ああ、やっぱりこうやってジャバーンってやってもらうと。捕まれませんかね。もしくは人力で勢いで勢いつけて、よいしょ。あれ、あとは押してくれるんじゃない。あれあれあれあ、あれ近づいたら壊れた。何もしてないのに。何もしてないのに壊れましたね。本当はサメちゃんにザバーンって後ろからやってもらうんでしょ。イカが出ましたね。イカまだ続くんかい。まだあるんかい。このくだり3つぐらいでよくないですか。多分今までの全部やってるんでしょ。シャチ出たし、イカ出たし、あとなんだっけ、ボスラッシュ、うん、クジラとか出るんじゃないこれ、うん、このあと。今までのオブジェクトを再利用したいんですよ。そうかそうか。お、クジラ出たね。なんじゃ、うわー、クジラが出た。あ、あそこかな。はい、わあ、壮大だな。途中、あの途中の工場みたいなやつとか何だったんですかね。ねえ、さっぱりわからん。ここもなんかまたちょっと壊れてますけど。あ、またでかいやつ、また来ましたよ。キュイーン。お、魚もついてきたよ。お、あ、なんだ、え、また？またかーい。なんか似たようなの繰り返すな。わあ、あれ、あ、でも倒せる。お、強い。強い。強くなってる。これは気持ちいい。これを全部壊します。マジで？大変だ。おーって。終わりそう。終わりそう。このゲーム終わりそう。終わるよ。終わるよ。あれ。ドーン。さっきサメちゃんが死んだシーンだ。はい。倒した。おお。なんで倒したん？強くなったから。お、お、お、おー、おお、おお、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 7番階プレートの上かな。お、お、お、え、今まで全部このでかい建造物の中にいたってこと？お？
え？お？東京ビッグサイトですか？え？死んだ。お。東京ビッグサイトっぽいね。終わり？終わり？終わりですね。そうか、東京ビッグサイトだったのか。しばらく行ってねえな。衝撃のラスト。はあ、驚き。初めて見たこの画面、スイッチの。あのこの後エンドクレジットが流れるはずです。おおこんな顔になってますけど。おおまさかの盛り上がりが最後に。まさかの取れ高ありましたね。ひょっとしてスイッチ版エンドクレジット見た人誰もいないのでは。衝撃のラストを体感した。すごいな。やべえ、ゲーム実況だいぶ我々たくさんやってきましたけど、これ一番衝撃的な衝撃のラストですね、これね。いやこんな顔になりました。ずっとその顔してますね。OK。 OK 押すしかないですよねこれね。 OK じゃないはないからね。これアイシーだったら下野さんがおっとごめん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 ちょっと間違ったよとか言いながら、ね、直してくれそうですけどね。これマジなやつですね。マジで、はい、OK。 スイッチ側の画面ですからねこれね、はい。いや終わりました。終わりました。終わっちゃいましたね。エンドクレジットの中にも貝殻あるらしいです。え、あ、動けるエンドクレジットなの。動けるんですけど、これこれビット押したら何が起こります。始めたらどこから始まるんですか。どうなる。最初から、ね、どこでセーブされてる。おやおや、目が覚めました。そうですね、いやここまでやってきてよかったなってちょっと思いましたけどね。そうですね、はい。あれこんなん出たっけ最初ロゴ。あれあれこんなん出たっけさっき。あ、起動するとき出るのか。あ、起動するとこは今日はね見てないからね。うん、エンディングだけ開発中だった。そういうこと。あ、リリーレベルですよ。こっからだったね。続きからどこからかな。うん、結構前では。第8章の最初では。第8章なのねこれがね、うん、これ全部壊していくとこまたですよね。ですよね。それはめんどくさいですね。ですね。じゃあいいか。これはだるい、もうだるいやつですよね。だるいね。また音割れてるやつですよね。音割れですね。音割れの下り。ちょっとこまめにオートセーブしてくんねえかな。これこのくだり4回ぐらいでしたっけ。うーん、もっとあった。5回ぐらいでした。6回かな、うん、オートセーブっていうかセーブコマンドがないんだからさ、何もない。何もない、何もかもない。こっから再開だるいね。音割れてんね。だるいな。じゃあいいですか、もう終わりますか。終わります。エンドクレジット見たいですか。そこまででもないですけど。いいですよね。でもエンドクレジットでなんか全ての謎が説明されるんですか。そういうわけではないですよねきっとね。攻略サイトには特に何もコメントございませんけども。ですよね。まあ多分、まあ 7,8 分やれば多分そこまでいけると思いますが。あ、そうだ、これが第7章で第8章はもうクレジットだけ。ああ、第8章がクレジット、うん、まあプレイアブルなんで第8章ってことなんでしょうね。あ、そういうことね。一応もうここまで2時間半やってるんで、はい、さっきので終わりっていうのもまたちょっとね。でもまたやってまたエラー。またエラーありえますよ、ありえますよ。
アプリごとバコンって落ちるっていうね、うん、なかなかコンシューマーゲームでないやつですけど ね一気にやったからメモリが足りなくなってとかそういうんじゃないよね。だってね、いや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 、だって普通の人これ別に一気にやっちゃうよね、1回でね、これ ね全然ね、 2,3 時間でしょ。検索してみる？スイッチ版エラーみたいな。この間もね、新作のゲームで画面ハマりして進捗できなくなるやつありましたけどね。あったね。特に変なプレイは今回はしてないつもりですけどね。アブズスイッチって入れたらエラーっていうアサジェストが出ました。やばあれ結構なんかあるぞそういうページ。とりあえず進めてはいきますけど、ちょっと調べるから。はい、調べる間行けるとこまで進めますけど、エラー回避方法があるならまた落ちるっぽいぞ。じゃあダメですねこれ、多分もう一回やっても。原因はあるのかな。カスタマーレビュー、 Amazon カスタマーレビュー、ゲーム自体は面白いがエラーが発生したためソフトが終了してましたで台無しになる星2つあ違うな、これ別のゲームだ別のゲームじゃねえか。なんだこの、なんでこのページ出たん、なんでやねん。チャプター切り替わり時にエラー落ちすることがある。他のゲームだと動くファンがあまり動かずスイッチが高熱に。熱落ち、熱落ち、まさかそんなギミックが、あれかい、ファミコンをホットプレートの上に乗せてプレイするあのスタイルかい。何それそんなのある。ドラクエ3の RTA のこの間バズったじゃないですか。いや知らなかった。ホットプレートにファミコンを置いて40度か50度ぐらいにすると熱によるバグが発生して、それで RTA がめっちゃ早く進めれるっていうひどい。それをみんなでやって最後クリアしたら焼肉をするっていうイベントがあったんですひどい。順調に進めております。イカまで来ましたよ。じゃあショーの切り替わりでもしかしたらもっと前のショーでも落ちた可能性はあったんだね、うんうん、落ちずにラストの方まで来たんだね。回避方法は書いてないですね、はい、あもうこれで今はもうこれ最後なんで行っちゃいますよ。じゃあ回避できないならもう行くしかねえセーブコマンドもねえし、うん、この辺でセーブできれば一番いいんですけど、うん、さっきのエラー画面も一般的なエラー画面なんで、もう任天堂さんもなんか雑な対処法しか書いてないですねソフトの更新をすると改善する可能性、ああどうですかね。来ましたラスト、うわエラーで落ちるな、うわこの主人公とサメはもうやられることはないか最後にして最大の敵エラー落ち勝ってくれ、行け行ってくれ、行けセーブできてくれどうします、もう一回出たら。もう一回エラーだったら、いや諦めますよそりゃ2回この辺2回エラーが起きたらこの後ぐらいでしたっけ。そうですね、よいしょ、これがこうなって、
これがこうなって、はいはい、音が割れててもなんか影響あんのかひょっとしてそうかも、移植ミスかな。ああプレステ4とかスチームからの移植で、うんうん、なんかスイッチのバージョンとかさ、はいはい、スイッチのシステムバージョンとかありそう、ありそう。来いエンドクレジット、来い来い、行け、行ってくれ、行ってくれ、頑張れ、行ってくれ、応援実況応援上映、スイッチ頑張れ、スイッチ応援上映。おー来た来たか来たか来た来た、やった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 じゃないよやったやりましたね、やったよし勝ちました、勝ち申した、やりました無駄になんなくてよかった、なんなんだこれいや一番一番手強かったですね、本当ですね。これ泳げるんじゃないですか、貝殻ありますね、いますね貝殻。感動のエンディングですね、はい、サメちゃんも一緒にやりました。撮りたい、撮ってくれ、距離感がわからんもっと向こうでは向こうかあ、着いた着いた、あ、撮った撮った、回収、エンディングロール中に実績を解除するっていうねいやーよかった、いや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 、よかったよかった。ふう、いやーこれすごいゲームですわ、すごいすごいけど面白いですか。いやうーん、うん、わかんないな、難しいな、うん、面白いとは何かみたいな、そういう、ね、話に。面白くはないね、結論出ちゃった2時間半で完走しましたね、初見で、はい、だね、これね2500円するんですよね、2500円かーって思っちゃうよね、あ、うん、2500円だったらね、まあいろいろありますよねまあいろんなものと比べちゃいますよね、うん、すごいけどね、すごいっすよこれ、グラフィックとかなんかかなり作り込まれてて、うん、マップもかなり広いですし、うん、音も割れてますしそれはプラスポイントじゃないなこれキャラクター胸つるんとしてますけど、うん、これおっぱいあったらもっと売れたんじゃないでしょうか。なるほど、バリッバリに割れてますね。はい、割れてますね。このピッチリスーツ萌え的な観点だと、もしくはあのサメが操作できるとかね。そうね、そうだね、サメゲー、うん、そっか結局おっぱいかこの前ツイッターでバズってましたけどね、うん、パッケージを巨乳の女の子に変えたら、うん、めちゃくちゃ売れたっていう、あの、ね、なんだっけ、サウンド効果音集だかなんだか、効果音集だかサウンドなんとか集だか全然何も女の子要素ないのけど、うん、パッケージだけ変えたら売れたっていうね、うん、アブズのこのアイコンも地味じゃないですか。そうなの、この顔のあのアイコン白黒にした、今日起動するとき見つからなかったもんアブズとも書いてない、この顔の真正面の、うん、もうちょっとあるでしょ、なんか、うん、なんかいろいろ惜しいですねこのゲーム、惜しいね、すごいんだけどね、まあ、そこそこでも海外では売れて評価も高いんじゃないんですか。うん、そんな気がする。なんか風の旅人だったかなんだかも、なんかこんな感じの地上をなんかさすらうゲームがあったと思うんですけど、うん、それもなんか近い雰囲気を感じる。押す終了、はい、あ、いつまでもこれエンドレスで泳いでられるのね、サメと泳いでいける、はい、捕まるコマンドがなんか最初に1回だけ出てきたよね、うん、捕まれるキャラは限られてるらしいです。そうだね、捕まるボタンが Y じゃなかったっけ、ZL とかなんかそんなんじゃなかった、 ZL だっけ、 J
違うか、まあ、そういサメは多分捕まれないと思いますけど。そっか、最初だけだったね、捕まったのね。じゃあ終わる、終わり。うん、女性の骨格っぽいよね。そうですね、そうだよね、骨格が最終的になんかロボットっぽかったけども、うん、ああチャプター選べますね。あ、本当だ、瞑想、瞑想が5箇所空いてますね。はいはい、皆さんは全部開けてくださいじゃあちょっとだけ瞑想しながらお別れしますけど今日これなんかスキューバダイビングしてお魚と戯れるゲームだと思ってたから、はいはいはい、なんかスイムスーツ の ラバースーツっていうか ゴムのダイビングスーツを着てこようと思ったんですよ、はい、衣装でもなんかそれが見つからなかったからいろいろなんか衣装を探してたらなんか、うん、ちょっといい感じの私服っぽいのあったからだからこれに着替えたっていう。同じパブリッシャーのゲームですか、風の旅人って。あ、風の旅人同じなんですね。まあパブリッシャーはまあ一緒でも、はいはいはい、あ、開発がどこか、うん、まあでも多分そう雰囲気似てると思うんですよね。風の旅人はやったことないですけど、うん、ドリコリンコプス、恐竜系ですか。恐竜ですね。これ多分もう絶滅してるやつでしょ、うん、ヘリコプリオン、ヘリコプリオン、古代のサメですかね。プリオン、プリオン、ヘリコプリオン、ヘリコプリオンヘリコプリオンお？お？ドリコリンコプス、ドリコリンコプス、この2種類しかいないのでは。お、違うやつ。あ、なんだ、ティクターリク、全然聞いたことないね、うん、古代の魚なんでしょうね。 SSR ですねレアなだけっていうティクターリク、ティクターリク、お、あ、アンモナイト、出た、アンモナイト。あ、やっぱりそうだよね、アンモナイトいるなと思ったけどやっぱりそうだったんだ。アンモナイトはもう今は絶滅していないんですよね、多分、多分ね、似たようなのはいるけどね、うん、じゃあアンモナイト見ながらお別れです。アンモナイトでお別れです、はい、ドモホルンリンクル近い、かなり近いなんだっけ、ガーガーガ ガーって名前なのこれ、うん、口尖ってるやつ、はい、ガー。じゃあ次回ホルンリンクルでお別れですお、あ、ヘリコプリオン、ヘリコプリオン。明日は桃鉄です。桃鉄20時からです。はい、あの設定を初めてやる、ディスコードの設定とかしながらやるんで遅れるなりうまくいかなかったりするかもしれません。はい、4人対戦で桃鉄大会を取り行います。はい、ご覧ください。じゃあ明日8時からまたお会いしましょう。はい、あ、今週金曜日なしで、あ、今週金曜日お休みで、はい、はい、じゃあ、今日火曜日で、あとは水曜日と木曜日やって、はい、生放送は今週は3日間ですね、はい、お願いします。はい、また明日。じゃあおやすみなさい、ありがとうございました。おつ、また明日。おつありです。